鈴木誠也、メジャー2年目は、守備力の向上に地元メディアが期待。カブスの鈴木誠也、外野中28は、メジャー2年目のキャンプインを20日を目前に控え、アリゾナ州メサの球団施設で自主トレ中だ。地元メディアのカビーズ、クリブは、カブスのポジション別ランキングとのタイトルで、鈴木がレギュラーを張る右翼を7位に選び、厳しく採点した。ただし、同メディアは、 昨季の強権度はメジャー全体で上位18%に位置したと評価。外野守備は課題があるが、攻守の選手に慣れるツールは持っている。と論じた。日本時代から肩は強いけど、守備が上手い印象は確かに全くないな。鈴木って守備が下手な。イメージはなかったんだけどな。守備でリプレイスメントを使った場合、より4点失っても DRS。 打撃で20点な増やしてんだから、もうちょっと打撃頑張れば全然脳感。メジャーって守備下手なやつばっかなのに、その中でもひどい方なのか、日本じゃそこそこ守れていたイメージあるけどな。日本時代は鈴木誠也は守備のいい松井とか、お田は言ってて、松井を相当に叩いてたよな。やっぱ一郎ってすごいし、松井の打力も半端ない大谷はもちろん別格だし。 ご視聴ありがとうございました。